のね、今日はね、僕はラップはやらないので申し訳ない、このバンドをちょっと紹介します。うちの教室を作ったのは僕と一緒に滝沢健二っていうのが一緒にこの教室を作ってきたんですけど、彼の発案でド素人宴会バンドというのをですね結成して、このド素人即席宴会バンド、これを結成しました。名前がですねアーティファクトっていうんですね。で、実は最初に始めたのはコラテラル、まあ、常にメインストリームは行かないという隙間産業をやるマリアンナというそのイメージをですね残してこのバンドができてます。ここにいる連中はね、うちの中で実は精鋭なんです。仕事もやるし遊びも真面目にやる、これはうちのモットーですので、ぜひ楽しんでいただければ。この後皆さん本当のバンドが出ます。それから、有志の保育園会の有志の先生が友情